様、おはようございます。キースジャガーです。2023年2月の3日節分、金曜日です。朝の8時40分、おはようございます。はい、ドライブの予習の動画なんですが、あんまり需要はないかと思います。奈良県の山奥ですね。奈良県と三重県のもうあの県境ぐらいのところにいます。奈良県宇田市、宇田郡、宇田市かな、曽爾村っていうところにいるんですけどね、今。今の気温多分マイナス2度ぐらいじゃないかと思います。ここまで来る道中ね、あのマイナス 3.5 度ぐらいまで下がったのが最高かな。トンネルちょっと雑音うるさいんですが、あの熱暴走回避のためちょっと窓を開けたりしてますね。すみません。時に窓を開けて走ると、まあちょっとぐらい長持ちするんだということが分かりましたので、はい、左に曲がると国道369松坂って書いてますね。まっすぐ行くとどこかな、ちょっとね目が悪くなって見えないね。灰原と室生って書いてますね。灰原方面に進んでいきます。今左手に野菜の直売所みたいなのがありました。止まれ。ちょっと斜めってるかな。こんなもんですか。今県道81号っていうの走ってたんかな。で、ここからが、左から369という国道が来て、で、まっすぐ方面に369乗っていく形になってるんじゃないかと思います。まあ道路雪がないのが救いですね。ただまだあの気温がマイナスなので、マイナス3度って書いてますね。これ3度 C、 マイナス3度 C、 凍結注意、走行注意。車の気温計が 2.2 度ってなってて、道路の気温計がマイナス3度 C なので、道路の気温計の方が正しいんじゃないかと思います。で、まあ雪はねなくてアイスバーンっていうこともないんですが、ちょっとあの湿ってるでしょ、乾いてないでしょ、道路が。でこれがマイナス3度となると凍ってますんで、滑るんですよ。なのでご注意ください。スタッドレス履いとってもね、こう凍結してたら滑りますからね。滋賀県の琵琶湖の横西側走ってまして、国道161バイパスみたいなとこですね、湖西道路みたいなやつ走って、高島市やったかな、今津町っていうとこまで配達行きましたけども、雪はねこっちよりも滋賀県の方が多いですね。奈良県の方が雪あんまり降らないのかもしれませんが、気温はこっちの方が低いです。まで何キロって書いてたかな、ちゃんと見とけばよかったのかし、名神じゃない、名阪ね、名阪国道のハリインターまで行きます。歩道とかもすごく雪積もってるでしょ。これ気温がね思いっきり低いからね、
サラサラの雪にあの足跡がつくみたいな感じじゃなくて、シャーベットみたいな氷みたいな硬いやつなんですよ。一回ね打ってサラサラやったやつがあの凍って固まってるみたいな感じの雪質でした。でマイナス2度とかマイナス3度とかこうなってくると、あの道路にカーブミラーっていうのがありますよね。あの丸いやつとかあるでしょ。あれ至る所にあるんですが、あいつ自体があの凍結して凍ってますと。あの曇ってるとかじゃなくて完全に凍ってたり、あのこのカーブミラーは大丈夫なんですけど、あこの辺大丈夫やな。もう 朝日が出て日が当たると溶けるんかな。さっき来る時はね凍ってあの何にも見えんかったんですよ、真っ白でね。夏っていうか、まあ冬のこの雪の時期以外に来ますと、この左右見て分かる通りあのスギ花粉とかものすごいんですよね。なのでこっち方面来るのはあの春先とか来るともう花粉ね、マスクしててもあの目から入ってきたりして、まあ、あの花粉症みたいな止まらんわみたいになってしまうし、冬来たら冬来たで寒すぎるしね、あんまり得意ではないです。千葉県の高島市今津の方に行ったときは雪の深さがね30センチから50センチくらいあったんですよ。まだまあまあ深かったですよね。長靴が、まあ、膝くらいまではすっぽり雪にあの埋まってしまうぐらいの深さだと思うんですけども、道路はねあの薬撒いてるんで道路には雪ないんですけど、まあ、歩道であったりとか、まあ、田んぼであったりとか、まあ、至る所に雪がありまして、滋賀県は結構雪深い感じがしました。奈良県ね、ここまで山奥深く来ますとやっぱマイナス3度とかね、マイナス4度とかなんで、もっとねあの雪深いのかなと思ってたんですが、まあ東北でいうと山形とか秋田とかあっちの方は雪大量に降るんだけれども、あの仙台とかね、仙台というか宮城とか岩手とかあっちの方はあんまり雪降りませんみたいな、そんなことがあったりして、東北で雪国だって言ってもあの宮城県仙台市とか塩釜とかなんだっけ、まあ、あっちの方行くとあんまり寒いだけで雪がないみたいな、そんなこともあったんじゃないかと思いますが、日本海側ね、あの新潟と山形、秋田あの辺りはやっぱり雪がすごく積もりますよね。富山とかでも何メーターも積もりますからね。山越えの、 あの国道です。国道369やったかな。山の中
上がりですよね。峠道になってみたり、ちょっとあの村になって住宅があったりとか、ところどころ狭いんですけど、奈良県宇陀市っていうことなんですけども、こんなとこ撮影して何の意味があるのっていうことなんですが、あんまりあの使い道がなくて申し訳ないんですけれども、一応ね、あのさっきお客さんのところで荷下ろししてるときに、お客さんとあの立ち話というか雑談してるときに、ソニ村は一体観光資源何があるんですかということでお尋ねしたところ、温泉がありますと。なんか和歌山のあっちの龍神温泉とかと同じような、なんかちょっとあの濃い泉質というか、さらっとしてるっていうよりはドロッとしてる感じの温泉があるらしいです。なんか村営の温泉があるらしいですね。で、温泉があるっていうのと、なんだっけ、ソニ高原っていう高原があって、そこにススキのなんかあれが原っぱがあるらしくて、そこでぼーっとすると、まあそれぐらいしかないよ。じゃあね、あのやることない、とりあえずあの時間がゆっくり流れるのを味わうんだみたいな、そういう観光らしいんですけれども、何か美味しいものあるんですかと。もう松阪、三重県松阪まで、ね、あの何十キロすぐ近くなので、じゃあ松阪牛の、ね、松阪牛の、何かが旅館とか、ね、民宿とか泊まるとそんなん食べれるんですかみたいなことなんですが、そんなことはないらしいです。あのなんかイノシシとかシカとか、ね、その野生の獣みたいなやつ、あんなんが食べれるとか食べれんとか、そういう話なんですけどね。危ないな、これ凍っとるな。まあね、あのこれ見るからに濡れとるでしょ。あの雪は踏んだらいけませんよ。雪踏まんように走ってもらって、でこれ濡れてんのね、一応ね、あの気にしてください。スタッドレス履いてたらそんなにガシャンとなかなかいかへんかもしらんけれども、一応ね、あの濡れてるとこ凍ってますんでね、これご注意いただいた方がいいんじゃないかと思います。上り坂とかでアクセルクッと入れるとね、あのオイルスピンしたりとかさっきもあったんでね、まあ、滑るっていうのは間違いございません。でこの辺りちょっと村の中入ってきてね、家が軒が出ていて、まあただでも道幅そんなに広くないのに雪があるから余計圧迫感があるみたいな感じですね。路肩ちょっと踏んでね、雪踏んでしまうというわけにいかんのでね、もうガードレール突き破って川に落ちてしまいそうな、そんな感じですけど、まあ、鹿のマークが書いてあって、あの獣飛び出し注意みたいなの書いてますけれども、あのさっき来るときにね、ハリインターから来たときはなんかタヌキかなんかが踏まれたやつがいましたけどもね。7時ぐらいに通ったときはもうちょっと気温が低かって、であの太陽もまだね、あの日の出直後ぐらいやんで、こんなに明るくなかったので、あのさっき言ったみたいにカーブミラーっていうのが片っ端から凍っててですね、真っ白になってて何も見えへんって、そういう状態でした。まあこれ1時間半、まあそれぐらい時間経つと、もうミラーの凍ってんのも溶けてますよね。日が上がるだけでこんだけ違うんやなと。気温自体は大して変わらないんですけれども、だいぶ事情が変わりそうですね。なので私が来る時に凍ってたところも、あの日が当たってるところは徐々に溶けてるかもしれません。日陰のところはね、もうまだ氷張ってるんじゃないかと思うんですけれども、
4、5、6、9、天気だけはいいですよね。影なんでミラーがまだ凍ってましたね。違うなスピードが。どっかで道譲ってくれんかな。バイパスから南半田道路で帰ろうかな。次ね、堺に、大阪の堺市に積み込みに入るんで、西名阪じゃなくて南半田で帰ってもいいな。国道から西名阪入って大阪の方に帰っていったみたいな動画を作ったようなことがあったようななかったような。桜井の方抜けると大和高田バイパスに乗るまでがまあまあ渋滞したんじゃないかと思うんですが、まあ、田舎なんでね、知れてるっちゃ知れてるんですけれども、渋滞がいらんな。動かんとなるととことん動かんもんな。
出てたり電池用があったりするんで、乗用車でもちょっと圧迫感があるぐらいの道幅だと思うんですが、前走ってる4トン車みたいなのもね、線踏みながらとかはみ出しながら走ってるぐらいの感じなので、結構狭いんじゃないかと思います。どうしようかね、一回桜井の方抜けて橿原から南半田そっちの方に入っていこうかな。どっちがいいですか、名阪国道やりますかみたいな。どっちでもいいけどな、南半田の方が堺市にはアクセスしやすいか。新名阪やったら松原に出てしまうんで、半で行くと松原ジャンクションから、阪神高速6号大和川線っていうので、一応なんだっけ湾岸線まで4号湾岸線まで出れるので、まあ、大体それが10分15分で出れるので松原から行ってもいいんですが、堺市でもちょっと泉大津寄りの堺市の方に積み込みに行くので仙北有料を通ろうかなとか思ってるんですけれどもね、どうしよう。大子西まで17キロぐらいか、近いな、名阪回るより全然近いな。そっち行こうかな、桜井の方に。中和幹線っていうのがあって、その道路ね、まあまあ混むんですよね。バイパスみたいに信号も少なくて綺麗ないい道路なんですが、で来るときはね、これ200メーター先ぐらい右に曲がってハリインターから来たんですけどね、ぐらいまでやったら別に気にせず通れるかもしれませんが、ちょっと道幅がねだいぶ狭いんですよ。